はい、今回は、えー、ケムとレイル、えー、についてのまあ、噂ですね。えー、まあ、このよく言われるんですが、まあ、消えない飛行機雲って言われますが、まあこれについてちょっと調べていきたいと思います。えー、もちろんね、えー、まあ最初にお伝えしますが。 まあ、分かる限り調べては、えー、見ましたけど、まあ、本当のところっていうのはちょっとまあ分からないんで、えー、まあ申し訳ないですっていうことでねまああちょっとあのリスナー様からあのご意見をいただきましたのでまあこのケムトレイルっていうことですね知っている方、えー、いらっしゃるかと思うんですがままあああの、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですということで、えー、真相がね、えー、分からないんであのまあこうなんじゃないかとかって別にもう言わないですし。まあ いろいろ調べた感じ、こうかなっていう、憶測をまあするっていうような感じですね、まあ、僕がこういう感じなんじゃないかなとかっていうのを思うっていう、まあ、もちろんデタラメとかっていうつもりはないですけど、まあ、あのはっきりと分かるんですかっていうことを言われると、ちょっとはっきりとは分からないんでね、えーまあ、申し訳ないですっていうことで、でまあ、あのちょっとこのケムトレイルに入る前に、ですね、まあ、よくあのまあ皆さんがまあ聞いたことがある、 まあ陰謀とはね、えーまあ、どういうことかとか、まあ、陰謀論という言葉をあの聞きますがこのケムトレイルに関しても、えー、おそらく、まあ、陰謀論であるとか、えー、そういったことで、えーまあ、片付ける人がいるんですがこれっていうのはこの陰謀論という言葉というのは意味がありましてねアメリカの CIA が、えーまあ、陰謀論という、えーまあ 言葉を作ったと。でこれというのはどういう場面でこの言葉を用いるのかというと真相にたどり着かれそうになった時に、まあ、それは、えーまあ、そうではないという形でこうはぐらかす隠すそういった時に使われる、えー、言葉の定義を、えー、陰謀論と、えーまあ、言うということです。 つまり逆を考えれば陰謀論なんじゃないかという話が出た時点で真相周辺に近づいているとも解釈ができるんですね、もちろん、まあ、の全てとていうのは分からないので外れているという可能性もありますがそういったことを逆から考えていけるということですで。このケムトレールとかってよく聞きますけどケムトレールとは一体何なのかという話なんですが、まあ、この消えない飛行機雲を指しているんですね。 えー、皆さんも見たこと、えー、あると思いますが、えー、空中に、ねえーまあ、飛行機の,、えー、この雲なんですがこのケムトレイルというのはこの普通の、ね、飛行機の、えー、雲とはちょっと違って長い間、えー、こう独特な形をして、ねえーまあ、残っていると形をでよくまあ見ると、まあ、普通のまあ飛行機雲とはちょっと形が、えーまあ、違うということでここが一番難しいんですけどそして全くわからないんですけど分かるとかってうもないんでね このケムトレイルから何かをまかれてるんじゃないかっていうことがまあ言われてるんですよ、空中に何かを巻いているっていう、そういった話ね、ただし、何を巻いてるかっていうのははっきりとはわからない。 人間人体の健康被害に遭うものをまいてる、わからないようにまいてるんじゃないかっていうことを言われますけど、はっきりとは分かりません。わからないんで何をまいてるとかっていうこともないですが、おそらくそういったことはある。で、あのそういったことがある、えー、ということまでは調べたんで。であの このケムトレイルとです、ねまあそのまあ、人間人体の,、えーまあ、この健康の、えー、話なんですが、これは、ねえー、真面目な話なんで聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですが、えー、ケムトレイルと、えー、モルジェロンズ病は関係があるんじゃないかというすごくなんか難しい単語が出てきましたが、えー、モルジェロンズ病、えー、何でしょうね、これ。 これは、まま、あの真面目な話ですよ、別にでたらめとかではなくこのモルジェロンズ病というのは人間の皮膚の下にえ寄生虫がえ出るえ病気のえことを指しますえもしかしてこの空中から何か巻かれているケムトレイルとこのモルジェロンズ病が関係しているんじゃないかって人間の皮膚の下から寄生虫が湧くえ関係しているんじゃないかと思うんですがえここで一つ大きなえ問題がありましてこの2社間 ケムトレイルとモルジェロンズ病のつな、えー、がり因果関係がこれがわからないんですねでさらに難しいことを言うとモルジェロンズ病っていうのは、えー、医学の世界で病気と認定されていないっていうことから、えー、この二者間の関係がわからないしはっきりとした病気ではないっていうことで、えー、こううやむやになってしまうっていうことですこの モルジェロンズ病っていうのは、えー、病気といっても、まあ、うつ病みたいな、えー、そういった、えーまあ、病気であるということを言われていてこの病気をねモルジェロンズ病を証明することが非常にこれ困難であるっていうことなんですよね、うん、だからあのわからないっていうことただし、まあ、おそらくわかりませんがこのケムトレイルっていうまあ空中から何かを撒いている、えー、そういった、えー、可能性があります。そして 当たり前なんですが、まあ、いろんな、ねえー、陰謀もありますが、えー、例えばその多種多様なる目的があると思うんですが、それを考えていきます。えー、ケムトレイルの目的は、えーまあ、どういうことなのかという話で、まあ、これに関しても嘘がちょっと出たんでね、まあ、それもちょっと、ねえー、探っていこうかと思うんですが、ケムトレイルを <laughs> 空中に撒く目的があると言われています。宙に何かしらを、えー、撒く、えー、理由ですね。 例えばその1つに外国の作物収穫量に大きく左右するらしいんですよ、このケムトレイルってだからまあ言うなれば分からないですが農薬であったりしたらその農薬を空中から散らすことによって外国の作物が育つでそれをしないことによると作物が育たないつまり世界の中で餓死する人が出てきて世界的に問題になる。 そういいったことも一つ言われています。別に陰謀とかそういう話ではなく多分おそらくそれは真面目な話です。で、ここから一つ、えー、分からぬ、えー、真面目そうな嘘が出たと僕は思います。 エドワード・スノーデンという人がいますが元アメリカ CIA の活動をしていた人で日本にいた人で、まあ、僕は別にその人は嫌いじゃないんですけどこのエドワード・スノーデンが話していた話がちょっと嘘なんですね何を言っていたのかというとケムトレイルは地球温暖化を防ぐために政府の必要な政策で体に影響はないと言っています。 何が、えー、これが、えー、嘘なのかというと、も、まあ、元々ねエドワード・スノーデンという人は、えー、日本の、えー、中で,です、ねえー、横田の基地かでアメリカ CIA の諜報活動をしていたということで、様々なことをばら、えー、しているんですが、えー、今回はそのエドワード・スノーデンの話の中に嘘が、えー、混じっているという話ですね、何かというと、ケムトレイルは、えー、地球温暖化を防ぐためというところが嘘ですね、地球というのは温暖化してないんですよ。うん これっていうのは分かっていることだって、えー、地球が温暖化していると騒ぐのは、えー、国際金融資本の、えーまあ、金銭の流れ、えー、シナリオの絵図と、えーえー、いうことで、えー、ほぼ嘘であるということは分かっているので、ね、そういったことから例えば人々に何か売る商品をあの買えたりとかそういう、えー、たぐらみもくろみが裏にあるということなのでこれはまあエドワード・スノーデンもまあ言葉が悪いですがだ、まあ、騙されたのか <laughs> 意図してそれをついたのか分かりませんし。うん 体に影響がないっていうのも多分嘘だと思いますね、うん、人体に影響がないことはないと思います。うん、で、えーまあ、ちょっとこのエドワード・スノーデンの話も今出てきてね、でまあ、あとまあちょっと日本っていう話なんですが、実はこのねさ、先ほどリスナー様にお話したように、ケムトレイルっていう話をしたら、例えば世界の話、日本は全然関係ないんじゃないかっていうことを思うかもしれないんですが、そのようなことはなく、ケムトレイルと日本っていうのも大いにこれ、関係があるんですね。 何者かっていうのがわからないんですが、情報がありました、ケムトレイルとまあ、日本の関係ということについての情報をここから考えていきます在日アメリカ軍の軍人がですね横田基地にいたときにです、ね、日本の中にケムトレイルを巻いていたと証言しております。 これっていうのは多分嘘でないと思いますね、もちろん中に何が入っていたのかっていうのはわからないんで、それに関しては何とも言えないんですが、なぜこれが嘘でないのかっていうことを思うということの一つに、ですね、まあ、アメリカと日本の関係がありまして、 戦争の後にアメリカっていうのは日本の上にいるんですね。日本が敗戦国になっているんで、アメリカっていうのは分からないようにいろんな支配をしたりとか、でもっと話を突っ込んでいきますと、アメリカは日本でさまざまな実験をしているんですよで、例えば何かって。その実験国の一環として、アメリカは日本にケムトレイルを撒いた可能性がありますね。ケムトレイルというのが仮に有害物質だっても、それを日本に撒いたんですよ。でまあ なんだろうねどういった影響が出るかっていうのを、まあ、アメリカ、あるいはアメリカ CIA が把握しようとしたで、ここから話す話っていうのは全くわからないですけど証拠がないんでね嘘だとは思いませんが証明ができないんですが日本のマスコミっていうのはアメリカの CIA の傘下に入っているので全く報じませんが 日本で,です、ね、電磁波過敏症という人がいるんですが、これというのがもしかしたら、このケムトレイルが関係して、日本の電磁波過敏症になっている人がいるんじゃないかということも言われています、あと、因果関係がつかめませんが、日本の中の肺がんですね、がんになる人、これももしかしたらこのケムトレイルが関係しているんじゃないかって、そういったさまざまなことが、憶測が言われるんですよ、全くの嘘っぱっちでもなく、分かっている情報を組み合わせると、こうなんじゃないか、あなんじゃないかっていうのを真剣にまあいろんな人が考えるというような話。 で、えー、例えばね、えーまあ、そのリスナー様にお伝えしたように、これっていうのは、何がまずいのかっていう話なんですよね、この空中からいろんなものを撒くっていう話なんですが、これっていうのは、あの人間の,、えーまあその天国、まあ、地獄に行くことにつながるんですよ、本当に。過去にこういったことが、えー、あったんですね、その、えーまあ、一つの一例なんですが。 ジョンコールマンっていう昔ね人がおりましたイギリスのまああの m i 6のスパイのスパイだったんですけど三百人委員会っていうのの存在を暴露したんですね本を書いてそうしたらこのジョンコールマンという人ですね空から謎の兵器で攻撃されてその後歩けなくなってしまったんですね本当の話だと思いますでその歩けなくなって自宅療養してるっていうことなんですよねこれっていうのは何を意味しているのかっていうとそういった例えば機密情報であったり公表してはいけないものを公 をしたりとか、例えばそのまあ目障りですよね。目障りになるっていう人になると、この空中からこういう風うにしてあの的にかけられる可能性があるっていう非常にこれっていうの恐怖なんですよ。うん。 上空かかかららどういうういいことをされる恐怖ですねで例えばこういう話をするとそういうことはないんじゃないかという人がいますが実際に、ね、アメリカ CIA というのは持っているということは分かっていてあの謎のまあ電磁波だと思いますが電磁波を人間の心臓に当てて、ねまあ、心筋梗塞を引き起こせるということも言われているんですよでこれもしその電磁波を心臓に当てて心筋梗塞になった場合は病死、えー、扱いになるので、ねえー、分からないように丸される可能性が出てくるという非常に脅威ですよね。 そんなことはないんじゃないかって思われるかもしれませんが、おそらくそういった、まあ、最先端のそういうもののですねの残りと言っていいかわからないですが、残りを例えばスマートフォンに使ったりとか、そういったものに様々転用していると思うので、僕は全然あると思います、でこれはまあリスナー様がちょっと思われるかなとかって思うので、まあ、僕のこれは本音をね。 最後に言いますけどもし、このケムトレイルとか消えない飛行機雲っていうのを街中で見かけたらあの逃げた方がいいと思います、写真とかをあんまり撮ってるとかえ近くにいるっていうのはあんまり得策ではないと思います、えなんだか物がわからないんで,で僕たちの,あの体にどういった悪影響を及ぼすかわからない。 いわゆるえ謎のものなんで、要するに怖いわけですよ。そういうのを見つけたのもすぐ離れた方があのいいと思います。真面目な話で、あのね、どういう危険が伴ってるとかっていうのはわからないんで、のんきに写真を撮ってるとかっていうと、もしかしたらその写真を撮っている間にね空中から見えないものが降ってくるえかもしれないんで、さっさとそういうのは逃げた方がいいし、気をつけていただいた方がいいなとかと思います。例えばこういう話をねしたら、そんなの嘘っぱちなんじゃないかとかってあの入試とかいるみたいなんですけど、そんなことってのはわから ないんですよね僕らにはえ言葉が悪いですが預かり知れないわからないことなんですよ、だからそれっていうのは実はものすごい、えー、恐怖かもしれないんでね、ねでだから最後にお伝えしたように、もし、えー、まあ、見つけたらあ逃げたほうが、まあ、僕も皆様の、えー、まあ、ためって言ったら失礼ですが、にいいんじゃないかということで、えー、お伝えさせていただきました、うん、もしねケムトレイルとかこの消えない飛行機雲を見,見つけたらね、えー、逃げましょう、それが一番いいと思います。 えー、ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聴いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。